室の久保田です。ですね、今雨降っておりまして、レッスン中止になったので、コメントの方を読みたいと思います。昨日と一昨日2本続けてサーブに関する動画をアップロードしました。で、1本目は肘が下がるとダメですよと、この一直線の胸、肩、肘の一直線のラインをキープして、スタート切らないといけないのに、ここから折れてしまって肘が下がるのはダメですよと。で、2本目のサーブの、動画はですね、質問コメントの返答という形で、肩のポジションについて、いろいろ、説明しました。で、その質問された方からまたコメントいただいております。やっぱりテイクバックの肘の引きに関してはやはり落ちていましたということですね。これはちょっとやっぱり痛めますね。肘が落ちた状態でスタート切った時っていうのはもう縦の猫パンチじゃないとまずいんですよね。猫パンチの落ち方だったら肘落とした状態でやっても怪我はしないんですけどね。この縦のこのこれだけのまっすぐの動きだけだったらね、これそれをこう回旋運動をそれに混ぜるとやっぱダメなんですよ。痛くなるんですよね、すぐ。で、この方は前のコメントで内旋を意識的にやってるようなこと書かれてたので、やっぱりその猫パンチ系の方の動きに内旋とこう回旋運動を混ぜてしまったということなんで、これはですね、結構重症になるというか、この辺痛いですよね。で、まあでもこの動きを変えればいいだけなんで、まあちょっとその痛みをセンサーとしてね、間違った時に痛ってすぐなると思うんで、それにならないようなところを探しながらやってもらえるといいと思います。で、コメントにですね、動画にあったラケットを持たずに振り出した時の素振りを試して肘が落ちないよう癖づけしていきますというふうに書かれていますね。で、そうですね、まず肩のポジションとかをこうチェックして、鏡で見ながらねチェックして、で動画撮影もしながらね、顔の向きとか上向いた時っていうのはどうなったかっていうのはまたちょっと違いますからね。こう見ながらこうチェックしたり、鏡に照らしながらこうチェックするっていう時は顔の向きは違いますよね。実際は顔上向いた状態の時なんで、それはやっぱ動画撮影しないといけないんですよね。で、最初は自分でこうみんなこうやって直接見ながらでもいいし、鏡に照らしながらこうチェックしてもいい。で、次は顔を上げてその形になってるかどうかっていうのを必ずチェックしてくださいね。この顔の向きとこれと全く違いますからね、体勢が。なんでそこを気をつけて。で、もう一つはですね、どうして肘が落ちたのかってことですよね。これ意図的に落として例えば力抜いて休んでそれからやろうとしてたとかっていうんだったら、すぐ治るとは思うんですよね。改善できると思うんですよ。自分で肘を下げて打とうと思ってやってた、意識的にそれはやってたっていう場合は、その意識的なのをやめればいいだけだから、変えればいいだけなんで、やっぱこっちにしようって変えればいいだけなんですぐ治るんですよ。なんですけれども、これ無意識に教えた、例えばこうしたつもりがこう落ちてたとかっていう場合はなかなか治んないと思うんですよね。で、その場合っていうのは他のタイミングを使ってますからね。例えば左腕ぐーっと上げて上げすぎてこの辺まで行った場合とかっていうのは落ちる場合があるんですよ。で、それともう一つ、前の動画で、説明したように、膝を折った瞬間、足を折った瞬間、っていうタイミングで、クンと落としていく場合もあるんですよね。なので、その辺ですよね。そこは見抜ければいいですけどね。何が原因でそれになったのかっていうのは、見抜ければいいですよね。もし無意識で なってしまったり、このラインをキープしたいのに動画で撮ったらこうなったって場合は、他のところが、それを引き起こしてるってことになるので、この辺ちょっと難しいですよね。実際私も見てみないとそれは分かんないところではありますね。はい。で、どうしようもないっていう時はですね、
前の動画でもちょっと言ったんですけども、最初にこのラインを潰しておいてというか、こう折っておいて、でトスを上げながらこっちに変えた方が意識しやすいですからね。この閉まった状態でもいいです。閉まった状態でこうラケットを持っておいて、でトスを上げて一番左手が上に行くタイミングで脇を開けてこのポジションに決めるっていうのは一番自分でやるときは分かりやすいと思うんですよね。この状態にしといて、でちょっとあんまり時間がありすぎると、時間がある分いろんなことやりだしますからね。だからトスも低めとかだったら、ここからちょっと低めに出してすぐ打ちに行くとかだったらまだいいんですけれども、この状態で猫パンチ防止のやつをやっといて、あまりトスが高く上げたりとかすると時間があるんで、その時間でいろいろいじったりするんで、でその辺ちょっと気をつけないといけないですね。なので、まずとりあえず素振りしてみて、でこの形、この上を見て、これはこう、あ、この辺かなっていうのが分かるようになったら、軽く打ってもらって、で動画撮影して、でそれでできるようになってたらそれでいいんですけどね。それでもできないっていう場合は、他のタイミングでやってるんで、ちょっと締めといて、逆に締めといてトス上げてこっちにやって、それから打つとかっていうちょっと工夫をしてみると、いいかなと思います。自分でやる場合はね。そんな感じです。では次いきますね。いつも参考にさせていただいております。5歳の娘がテニススクールのキッズクラスに通っており、サーブの練習もしているようなのですが、厚いグリップでとりあえず当てる猫パンチサーブを覚えてしまいました。覚えちゃったんですね、もう。私自身、久保田テニスのコンチネンタルで肩を動かして打つサーブを練習し、劇的に改善されたため、娘のフォームを直してあげたいと思っております。ただ、娘は今のとりあえず当たるフォームから変えて、全く当たらなくなるのは嫌みたいで、なかなか言うことを聞いてもらえません。うまく移行させるコツとありましたら、アドバイスをお願いいたします。これなかなかちょっと教えるの難しいかもしれないですね。5歳の子だったら、体小さいわけなんで、私の場合だったらその子にラケット持たせて、私が上からその手を握ってこうやって当てるんだよって言って、ボールも私自身が上げて打って当たった感触を伝えたりとかするんですよね。コンチネンタルでその子に持たせて、それを私が上から握ってその手を持って、当て、こういう風にやってる、今はネックパンチでこう当ててるよね、それをこういう風にも当てれるんだよとかって言って癖つけて、で、本人にはしばらく打たせないで、で、サーブの時間になったら私がいつもそれをやると。でそれをこう何週間か、こう1時間のレッスンだったら、10分15分間そのサーブを私がやるんですよ。その子の体を持って、私がサーブを打つ癖をつけさせて、こう、こっちだよ、こっちだよってこうやって、猫パンチダメですよ、こっちですよって言ってこうやっといて、で、だいたい当て方が分かったかなって頃に本人にやらせたりとか、そういう感じでやりますね。で、その感触が分かれば、そっちに、あ、それでもできるのかなって、思えるようになって変えてくれるとは思うんですけども、ただあやってみてとかって言ってやらせただけじゃなかなか変わんないですよね。そこをちょっと、だから子供のその手を右手を持って、でトスを自分で上げて、それから子供に上げさせたらダメです。子供は左手を下げさせておいて危ないんだよね。で持ってる大人が、ボール上げてそこで打つっていう、それができればいいんですけどね。だ もしこの方がこれ久保田テニスのコンチネンタルで劇的に変わったって言うんだったら、多分この動きは分かってると思うんで、ちょっと子供の手を持って、子供に打たせるんじゃなくて、子供の手を持って自分がそこでやってみるぐらいの、ことをができればねいいんですけども、ただこれ失敗すると子供怖がりますからね。もうこれちょっと難しいですね。私だったらそうするんですけど、そうするし、
大人の方、普通の成人の方が来ても、もしこの当て方が分かんない時っていうのは、私はその方の手を持って、で、私がトスを上げて、で、こういう風に当てるんですよって、この場所でこういう風に当てるんですよっていうのを、伝えることがよくあります。ただ、これはかなり難しいですね。普通のテニスコーチでもなかなかできないと思いますよ。かなり高度なテクニックですからね。ちゃんと、生徒側の人の腕が綺麗にこう動いてるのを確かめながら、私が、その動きを、その手を持ってその動きをやらないといけないですからね。で、私自身は正しい動きができないんですよ。ちょっと難しいですよね。で、だったらですね、こういう風なのどうでしょうね。もうグリップを、その今の時点でもう覚えてしまって変えるのは難しいとは思うんで、構え方ですよね。トスを上げた時の右腕の形をですね、この形にしていただきたいんですね。これそっちが前だとするとこういう形、猫パンチが降りるとこうこっちでやる癖がついてると思うんですよね。1,2 っていうこう 1,2 っていう癖になってると思うんですけども、それを1にしてほしいんですよね。1,2,3にしてほしいですね。1で上げといて、2,3。要するに、ラケットヘッドが、ネット側に出た状態。で、それから、後ろに行って前に行くっていうのを、練習させるとくと、ちょっと、買いやすいは買いやすいんですよ。グリップコンチネンタルにして、打つ時のタイミングに変えやすい。ここで間を取る癖っていうのはまずいんですよね。だから、ここからやったとしても、トス上げて、1,2,3はダメですよ。1,2,3に変えないとダメですよ。それが、コンチネンタルの時の、この振り出しに近い、タイミングだし、ラケットの場所も大体揃ってるんで、変えやすいには変えやすいですよ。だから、厚めのグリップで、されてる方を私が見てどのぐらいの期間で変わるかなって、それが大体推測できるのは、ここからここで間を取って猫パンチしてるのか、タンタンでここで間を取って猫パンチしてるかのかで、こう大体わかるんですよね。タンタンタンはなかなか変わんないんですよ、コンチネンタルに。でも、ターンってしといて、ターンは、意外と早く、コンチネンタルに変わるんですよ。なので、構え方はですね、向こうが前、で、こっちがコート右だとすると、開いてあげてますよね。で、こういう点になってればいいですけどね。これラケットこっちですからね。ラケットあった。こういう構えからにすればいいですけどね。これがこう、こういう構えからやったらダメですよ。わかるかな、まあ、大体わかると思うんですけど。だから要するに手、腕の形としては、1、2、3にすればいいんですよね。でもそれ、1、2、3はダメだし、2から3もダメですからね。2でトス上げて、3っていうのじゃダメですからね。そんなにちょっと気をつけてやっていただければいいと思います。そうすると、まあちょっと、ね、子供が上手くなりたいと思った時に、あ、こうやってサーブ握らないとダメなんだよって言ってやるときやりやすくなるとは思うんですよね。まあ本当はそのスクールがね、ちゃんと、コンチネンタルグリップを教えてくれれば、一番いいんですけどね。そしたらやっぱとりあえず当てて入れれるっていう猫パンチサーブになっちゃうのかな。まあそんな感じです。ちょっとサーブに関する、コメントを今読みました。まだコメントたくさんあるので、一旦これ動画を切ってですね、また動画を撮ろうと思います。今回は以上です。